さあこの12名の中でカデットオープンクラス決勝に進めるのは上位6台ということになります。上位6名ということになります。その上位6名までに入らなければこの夏の戦いはここで終わってしまいます。最終コーナーから回ってまいりましたホームストレート、6周で行われますセカンドチャンスヒートカデットオープンクラス、スピードが上がってくる。今スタート。さあまずはスタート、ゼッケン14番鈴木翼がうまくスタートを切っていったように見えた。1コーナーから2コーナー、そしてバックストレート立ち上がっていきます。そこから3コーナーに向けて、さあ渡来もいいスタートを切ってますね。ゼッケン46、渡来太一。さあ渡来がスルスルと抜けてトップに立っている状態。そして3コーナーから4コーナー SG、左右そしてまた右という形で抜けていきます。 SG 下り 25R、 そこからヘアピンへと向かっていきます。ゼッケン46、ガレージ C の渡来太一が素晴らしいスタートを決めています。さあこれはもう本当にスタートで何としても前に出る、そんな決意を表しているようなそんなスタート直後のゼッケン46、渡来太一のスタートです。1コーナー入った時にはゼッケン14番鈴木翼が入ったように見えたんですけれども、スルスルと抜きました渡来太一。さあ早くもこの1周目で2番手のゼッケン14番鈴木翼に対しましてこの距離を空けます渡来太一。さあそして4番手争いです。宮脇春が前に出ていったように見えました。1コーナー現在トップは渡来太一。さあその後ろサイドバイサイドで3コーナーに入っていく、入っていく、イン側からポジションを上げていきます。3コーナーから4コーナー、そして SG。 さあこの辺り小野元気がポジションを上げていきました。そして3番手が鈴木翼となりますね。さあそして左 25R、 その後ろから4番手以降、現在4番手宮脇春、ヘアピンを抜けてそしてクランクへと入っていきます。さあそして6番手7番手争い、クランクの進入で非常に激しいバトル。そしてゼッケン8番をつけますホラチ亮太がポジションを1つ上げました。先ほどのクランク、そしてホームストレートに帰ってまいります。さあセカンド争いが激しい2番手争い、ゼッケン11、小野元気がインガーを守ります。小野元気と宮脇春、その後ろには鈴木翼、そしてゼッケン17、チルワキーことワーキーカースハンは現在5番手、そして6番手ボーダーラインギリギリでホラチ亮太。この辺り6番手7番手、今の3コーナーから4コーナーも非常に激しいバトルなんですけれども、ホラチが持っています。何としても崖から落ちないように、何としても決勝に残れるように、ホラチ亮太が頑張っています。さあとそしてヘアピンで2台が絡んだ、ストップ。ホラチ亮太とそしてゼッケン31番佐野という情報です。この2人ここです。ストップは痛い。ちょうど6番手の争いをしていた2人。さあトップは渡来太一が素晴らしいスピードで走っていきます。もうバックストレートに立ち上がってきています。そして2番手宮脇春、3番手小野元気、4番手ワニ、そして5番手鈴木、そして6番手に上がってまいりましたのがフリーレーシングスタジオファンジジェンです。中国からエントリーをしておりますファンジジェン、なんとしても決勝まで生き残っていきたい、そう考えていることでしょう。決勝を抜けた下り 25R、 2番手以降の隊列はまださほどそれぞれの間隔は開いておりません。そこからヘアピン、そのヘアピンを立ち上がっていきます。ヘアピンからクランクへの進入、2番手宮脇がある、そして小野元気、その後ろには脇和葉が来ています。さあ脇和葉が前を走ります小野元気に接近してきた、接近してきたホームストレート、スリップストリームに入っていく。さあ1コーナーではインは望めないか、まだ無理はしない。それよりも3コーナーでのトップスピードでの争いをめがけていこうというところでしょうか。さあそしてゼッケン23番、上岡世良も前を走ります。島田1コーナーで抜いていきました。そして3番手争い激しいところ、脇が前に出ました。4番手の脇、小野元気を見事にパス、
下り 25R 3番手で走行していきます脇和葉。抜き去ったポジションをダウンした小野元気もなんとかもう一度前に出られないか、右に左にマシンを揺さぶってチャンスを伺います。クランクから最終コーナー、そして今ホームストレートに立ち上がってくるゼッケン46渡来太一、これでファイナルラップに入っていきます。わずか6周のセカンドチャンスリート。さあそして3番手争いが激しいぞ。3番手争い一度抜かれた小野元気が1コーナーで円に入っていく、並んでいく並んでいく、脇が並んでいった。2コーナーの立ち上がり、どっちが前に立ち上がってくるか。さあまだ並んでいる並んでいる、脇が前で答えているか。さあなんとかなんとか持っているように見えます。3コーナーから4コーナー、ゼッケン17番脇和葉が3番手を持っています。そして下り 25R、 この辺りもですね本当に接戦を演じているんですけれども、セカンドチャンスリードですから、もしかしてもしかして接触なんてして止まってしまうとえらいことになります。そしてクランク今悠々とゼッケン46渡来太一が最終コーナーを迎えます。このままチェッカーを受けること間違いなし。2番手宮脇も間違いないでしょう。さあそして4番手争いで激しいですけれども、6番手から7番手の間には大きな差が開いております。6番手でチェッカーを受けますのはゼッケン24番のバンチゼン、そして惜しくもゼッケン50番の井上咲、そしてゼッケン61番の香西瑠衣、ゼッケン23番の上岡瀬奈、